25歳田村おじさんです。超簡単な3分でドラえもんの声真似が男女関係なくできる講座という動画を見つけました。本当にできるんでしょうか、はい、声真似が男女関係なくできる講座、はい、なるほど。というわけで、ちょっと動画を見ていただきたい。やって、見せて。僕ドラえもんです。というわけで、今回はですね、ドラえもんの声真似講座、大山信代さんバージョンをやっていこうと思います。やっぱ大山さんやな、ドラえもんでは、はい。というわけでですね、このドラえもん講座、というかドラえもんの声というのはですね、本当に誰でもできます。はい、実際男性である僕ができるので、多分誰でもできるんじゃないかなと思います。はい、では、早速やっていこうかなと思います。一番簡単ですか、これができないとドラえもんできないんですけど、伸びをします。伸びをができればドラえもんできます。伸びはあれですね、疲れた時に、仕事とかで疲れて仕事が終わった時にすれ、あれですね、うわ終わったみたいな感じの、この伸びをします。そしてこの伸びができたら、その伸びをしながらダメージを食らいます。ダメージを食らうというのはですね、うわっ、ガーッっていう感じのことです。イメージとしては、声を出そうとするんだけど、無理やりそれを抑えてないみたいな感じの感じですね。それをできるようにします。伸びをしながら、うわっ、ガーッ、ガーッ、やめろみたいなね、感じのことを出します。これができたら、もうあとは簡単です。これを、やりながら声を高くします。高い音を出しながらダメージを食らいます。あんま変わってないと思うんですけど、これを、できるようにします。そして、これをしながら喋る。伸びをしてダメージを食らって高い声を出しつつ、それで喋ればもうそれはドラえもんです。はい、今日やっていこうと思います。僕がって言った。こんなところですかね。僕がドラえもんって言っちゃった。いける。やってみようか、とりあえず。伸びやって。伸びやって、軽くダメージを食らったみたいな感じで、高い声でしゃべる。伸びやって、ダメージね。うわっ、そんな感じで言うってことですね。僕が、間違ってるやつ。あれ、僕でが入れちゃったけど、あの人。あの人がやってんの。いやもう一回。僕が。負けて覚えちゃったから一回目が。無理やな。なってた。いやごめん。ガーがピーナで入ってこいやつ。すいません。間違って覚えちゃった。あの人は僕。